CP にね、2ポイント2点以上差をつけて勝つっていうのがストックか体力制でっていうのがあったんだけど、前何やったっけ、なんでクッパジュニアやったっけ、俺適当にやってますけどもね、前はなんか何やったっけな、何やったっけな、忘れちゃった。なんか似たようなルールがいっぱいあって、もう何やろ、あんまりそのどれがどれかっていう達成感もない状態でクリアゲッター目指してますけどもね、まだデルタヌーンルーンもやってないんですよ全然。昨日これ終わってからやろうっつって眠くてやれんくて、明日やろうっつった明日が今日で、先にこっちやってる状態でございますけどもね。これレベル5やろ、でストックを今55にしてるんですよ。55の方がほらなんか確率上がりそうじゃないです、2点差つく、そういう安易な算数でやってます、算数それやってますけどもね。あれあんなになるやん、うまいこといきました、たまたまです。こんなとこまで来る、おお強い、2発目あるんや、あの人取られても。やばい、あやばいやばい、しかも取られる、入るね、危ない俺はレベル5ぐらいやな、ちょうどいい勝負してるね、今6って言おうとしたけど5ぐらいやな。そういえば VIP ってまだ出てないですね僕。 VIP って出れないんですか、大体の人が。どうなんですか、こういうやつね、どこで当たっても一緒なんや。やった、2ポイント以上差がついてる。すいません、長いドラマで。ドラマじゃねえ。エアルフって知ってます？ライトライダーと。今日ちょっとその話題が出ましたさ。海外ドラマって、うわぁ、あれやりたいやつや、俺が。これで勝てばいいってことですよね。海外ドラマのって言わない時期の海外ドラマやったなって思ってさ、あの時代って海外ドラマって言ってなかったんですよね多分。体力制でってどういうことなの、体力制でさ、行ったか
ちょっとさすがに今日は、デルタルーンをやろうと思ってますんで。お、行ったね。ありがとうございます。ショップ行ってちょっとレベル9をやって、もしおなんかうまくすぐにできなさそうやったらそこで終わるっていう動画になりそうです。いません、新しいやつ出てる。ジュニア使ったでかな。そんなことないかな。こいつ買ってまう。音楽はどんだけでコンプリートなんやろ。これを聞きながらトークしようぜってシャンさんが言ってた。やんないといけないです。よし、次行こう。これのレベル9バージョンいけるか。で、だってレベル9って勝つのも無理やったやんや。そういえばできんがな。まあ、いや一回だけやってみようか。この後やった時ルール決めるの。あ、ここでも別に9にすればいいだけか。ルール決めなくても。で、なんかこういうやつにしとこうかな。なんかすぐに倒せそうのでかい重いやつにしとこう。一回だけやりますかね。一回やってダメやったらちょっと他考えます。弾持ってる人がこのドンっていう弾一緒かな、あいつと。強い。ジュニアと一緒。あの弾はちょっとちっちゃいね。早から抜けるやん。あれ2連コンボかと思ったらそうじゃないやん。レベル9相手には。あれ斜めじゃないところに飛ばせる。無理やな、これ。こんなもん俺負けてるし、2ポイント差をつけなかねえで。いかんわ、斜めになってた。なぜか勝てた。なぜか勝てはしたもののっていうことです。わあ、それはなぜか勝てはしたもののってやつですわね。こっからどうやっていくわけ、でも行くわけないかな。どうやって勝つもんのやろこれって。なんであの人を選んだのかっていうと、あの人たまに事故るときあるんです。事故るっていうか、その勝手になんか落ちてくれるときがあった気がするんやけど、違うやつやったかな。痛い。そう、俺が作ったキャラやな。俺が作った技やん。いった、レベル9で当たるわけねえよ。当たった、これは当たった。食べてるから。すごいかっこいい格闘家。格闘家かっこいい。いい勝負してどうせんの。2点絶対無理や。絶対無理。なんか反則技だ。あ、反則技、反則ポジション、ここちゃうな。なこれ、ハメや。
やー取ったなあれよ。あーフェイトかけられた。あれ何カンカンって何あれ、あんなキャラやったっけこれ。俺前やった時は相手持ち込んでたんかなと思ったんやけど、ちゃうよね。なんて強い、うまいうまいうまい、絶対あっちの方がうまい。キャラ的に、キャラ的なのテクニック的に。このうまさどうしよう。はい、この時点で終了させていただきます。絶対無理。レベル9のクリアゲッター難しいなぁ。あとはさ、あいつ、あのこれ右のやつ俺やん。あのね、ルフレの百裂さんとかって何か分かってないっていうのはあります。もし誰か教えてくれたらありがたいんですけど、ルフレの何だっけ、百裂フィニッシュ、何それで9相手に2点差以上、これ今やってたやつで、これが9相手に3点以上タイム、ちょっと微妙に違うんですよね。でこれは4人相手にメテオスマッシュ6つっていうのと、これらへんですね。あ、これは あのアドベンチャーか。ちょっとだけアドベンチャー進めるかな。ルーンやらなあかんけど、お、なんか1個出てた。ルーンやらなあかんねんけど、ちょっとルーン前にこれだけやってみますか。ちょっとだけ進む。どこにいたっけな俺、もうちょっと嫌でやってなかったんやけど。でも 26% 来てたんや。もう行きたいと思います。パックンフラワーばっかでやってるで、ね、ファックンフラワーの、あれが出てきてましたね、解説が。うわ、ここにいたんや。お、アンダーテールって書いてある、ハルトンさん。ここはルーンじゃないんや。まずはアンダーテールやってからっていう魂胆ですね。ありがとうございます。フォートナイトは未だに人気だよな。すごいね。弱く感じる。フォートナイトは未だに人気なんですね。これいたよな、なんていうゲームやったかな、あれな、カーズみたいな。な、お、フレンド申請届きました、この瞬間に。ありがとうございます。この瞬間に届くってすごい嬉しいよな、ありがたいよね。なんでやろう、俺のやつを今見てて1,2,3って打ち込んでる人がいたっていうことが嬉しいよね。あと35人で100人になりますんで、100人超えてきたらやりますよ。フレンド申請承認の儀最終バージョンお願いします。酒飲みながらやるべきなのかな、どうやろう。ライブでやるべきなのかな。ライブでやるっても新しいよね。あ、俺右、左か、右か。おお、行くなー、結構これ車がレバレバじゃしたかのか、レバガチャか。助けたか、
おい、俺乗ってるなよ。おお、行くんかい。なんて行く俺。弱。この周辺を片付けたら今日の動画終わりますね。クリアゲッター難しいのは残ってんの。あとどうしようかな。あぶね、結構最初のポイントから行くやなこれ。ちょっとちょっと助けてください。あ、行くんかい。そこでも危ない。マジでこれどうやってクリアしたの。これ倒した。あ、ヒットポイントせいか。全然それも見てなかったわ。よかった。運転手であそこの謎が解けるっていうのあったんだ。そういえばな。Ready? Go!